さん、こんにちは。今日は、クラブでカマラに来てます。ニューハーフパブのカマラです。ありがとうございます。ブルーちゃんです。楽しかったんですか？楽しかったですね。ありがとう、嬉しい。いやー、ダプレイヤーうまかったわ。ちょちょちょあー、そっか。大丈夫。どうでした？楽しかった。すごいみんな踊る。お前ね、すごい。みんな一応あるあるもんない。聞いてみ聞いてみ、ブルあるの？メロンのバティテあるです。あるの？全部あるです。あ、あるの？全部ある。もうカットしない？しない。あ、しない。チンコ大事だから。あ、あれは注射はホルモンはないの？やってないです。すごい。メイクだけ。メイクだけ。メイクだけ。綺麗でしょ。え、お兄さんはあのニューハーフ？ニューハーフ大丈夫ね、おんこ。インタビューだって YouTube 入れるから。男？男なの？ニューハーフ。長取るとダメ。甘いからもうファンマになってます。甘いからじゃない。何歳？何歳から？18歳から。18歳から遅い。彼女もいる前。だからやだじゃん。どうなの？18歳からアウトした。はあ。おかまになれた。でもおかまになった。でも大体それおかすんで。わかるけど、その気持ちもわかるけど。遅いね。アウトしない。あのお母さんとお父さんの前怒られるから。恥ずかしい、怒られるから。出せない。で、18歳から、はい、もうファーマです。え、でも 今知ってるんでしょ、お父さんお母さん。で、お父さんとお母さんはオカマじゃないの？オカマじゃないです。あー、すごい。マジで。そうそう、みんな隠してる。家族が怒られるから。あれもやる。怒るからと思ってるからみんなは我慢で、大人になったらちゃんと言う。私オカマだけど。もう私オカマ。でももしかしたら俺もオカマかもしれない。違う。なんか俺オカマみたいな気がなって。オカマ大好きだけ。俺オカマなのかなって最近思ってた。最近だけ。なんだそれ。あ、待ってちょっと聞いてみようか。俺男でしょ。男。オカマに見えない。違う。オカマじゃない。オカマじゃない。絶対違う。ああ、わかる。なんでオカマなの？いや、オカマじゃないか。考える。オラ好きでしょ。オカマが大好き。オカマが大好き。ボンボンは？いや、なんかね。本当にいけんだ。いやー、わかんないわかんない。まだわかんない。だよね、多分男だよね。でもなんか最近俺オカマなのかなみたいな。いや、わかんないけどね。じゃあ僕は男ですね。ケンタテラオカ。テラオカ。さっき飯渡したよ。